上海ガニの仲間です。今月1日からの捕獲解禁に伴い、津山市の漁業関係者がモクズガニの放流を行いました。高級食材上海ガニの仲間で、爪に藻のような毛が生えていることからモクズガニと呼ばれています。9月1日に津山市の吉井川漁協管内で捕獲が解禁されたことから、毎年この時期に放流が行われているものです。島根県で取れた孵化して3年程度のカニおよそ100匹を漁協の組合員が手分けをして、吉井川の支流4カ所に放流していきました。例年より少し大きいものを業者の方から入手できましたので、数的には少ないですが、とても美味しいカニになると思いますので、皆さんで楽しんでいただければと思います。放流されたうち、捕獲されなかったモクズガニは川を下り、11月から12月にかけて河口で産卵をするということです。